この次は市場だ、市場。次は市場です。いい音してきた。幸せ幸せ。今日伺うのは松原湖高原オートキャンプ場です。今回はバンガロー泊、キャンプとバンガロー、値段がいくらも変わりませんが、バンガローには電気がついてます。そんなわけで今回はバンガロー泊です。ではチェックインしましょう。すみません。あ、はい、お待ちしておりました。はい、ありがとうございます。今日からお世話になるバンガロー3番です。こんなところです。コンセントと電気つけてみた。中はこんなです。網戸のついてる窓が1枚しかないのでちょっと厳しいかな。まあそれはしょうがないとして、3畳かな、3畳の2階と1階、こんな感じの小さなお家です。今日から2泊3日楽しみだね。そうだね、涼しそうだよ。ほんとそう。以上、バンガローの紹介でした。バンガローのタイプは2つ、こんな形のバンガローとサイコロみたいに四角いバンガロー、こちらのタイプになります。私たちはこのタイプです。この中も2階建てになってるらしいんです。どんなになってるのかな、ちょっと気になります。バンガローの電気の事情です。メインのブレーカーが15アンペア、それを4つのバンガローで共有しています。今回は私たちしかいないので15アンペアフルに使えますが、どっかの1人がいっぱい使うとブレーカーが落ちちゃう、そういう仕組みみたいです。冬場混んでたらアウトかな。バンガローの網戸なんですが、この窓だけ網戸がついてます。他の窓には網戸がないのでこれが欲しいかな。外が気持ちいいです。今回の荷物バンガローと思っていろいろ欲張って満載です。だいたい荷物運び終わりました。ここがキッチンスペース。冷蔵庫と扇風機。300ワットの優れものの調理器です。ご飯も炊けるし、低温調理もできますよ。キッチン周りのものはこの箱4つに詰めてきました。そして今回は新しくキャンプ用のマットを新調しました。コールマンの5センチのものを2つジョイントして使っています。幅も60センチとゆったりです。つまりこれで120センチ。セミダブルのベッド並みの大きさになります。ふうさんこれでゆったり寝られるかな。タープを張ろうと思ったんですが、この中で十分ゆったりできそうなのでタープは張らずに置こうと思います。3泊だったら張ろうかな。広々とした自由スペース、まあ物置なんですがそんな感じに使えます。角ハンガーも持ってきたのでここにぶら下げて使うことができるかな。以上、こんな感じのバンガローで楽しみます。キャンプの特権、ヤッホーの湯が700円が400円で利用できます。お風呂に行こうね。行こう行こう。行こう行こう。これでヤッホーの湯って読みます。パラパラ天気雨だ。じゃあ入ってきます。レストランもあります。メニューはこんな。おすすめはこんな感じで。良心的です。うどんそばも美味しそうです。ラーメン、くるみそばもいいみたい。日帰りの時に来ようかな。めちゃめちゃでかい白菜が150円。今回は白駒駅にも行きます。行ってみたいんだけど。苔が有名。ほらかけ豆のきな粉をふんだんにまぶしました。ふわっとした食感と程よい甘さ、旅の思い出に。お一つどうぞ。じゃあお風呂入ってこようか。サウナもあるからね、うん、1時間で済むかな。いや、いいよ、5時半にするじゃん。よし、じゃあ5時半で、うん、お肌ツルツルになったふうさんです。サウナはどうだった？もう今日はね、めちゃめちゃ暑くて、もう2分とかでもう無理だった。私顔が痛かった、うん、唇とか。なんか6分。今日は何、サウナの温度が増量の日らしいよね。火曜と金曜が 10% アップって書いてあった気がした。おー、というわけでサウナめちゃくちゃ暑かったです。これ買ってみようよ。香味さん 100% の蔵かけ豆。今夜はこれをいただきます。買ってみよう。買ってみよう。よし。
今お風呂から上がってきました。ここのサイトはこっち側に景色が開けてるんでとっても素敵に見えます。八ヶ岳はこっちですよ。今回のキャンプの作戦、これ冷凍庫です。こんな感じでみんな凍らして持ってきました。保冷剤もいっぱい入れてきました。うちは冷蔵庫として使っています。これで2日間、当初3日の予定だったんですが、今回は急に2日の予定になったので楽勝で行けそうです。まずはいただき、恵比寿だったかな。いただきます。はい、うちから持ってきた枝豆、ね、はぁ、あ、おいしい。新潟の黒崎茶豆だっけ。新潟の有名な茶豆です。うん、うん、OK、 あとは今日は肉を焼いて、さっきの豆腐いただいて、夜の宴始まりです。サラダもあって、まだちょっとバンガロー勝手が違って、何がどこにいたか忘れちゃって、ガチャガチャです。これ、これ絶対うまいぞ。ちょっとしとくね。うん、でも随分かかってるイメージけど、この向きにしてくる。君です、お願いします。この次は市場だ、市場。次は市場です。いい音してきた。幸せ幸せ。すごいですよこれ。すごい、いいプレートだね、これ。明るくなってて大丈夫？大丈夫、十分取れてる。